イメラジオ第4571回、今日は令和5年2月1日水曜日です。時刻は午後3時、横浜港北、晴れた太陽のそんな午後です。お日様が眩しいですね。もう春が来たんでしょうか。さて、2月になりました。今回は宮台教授事件の顛末、こんなタイトルでお話ししましょう。宮台教授事件の顛末ですね。社会学者の宮台さん、90年代から援助交際やブルセラ、そういったものを支持してきた、そんな社会学者、まあ野獣系でいこう、こういう本もお出しになってましたね。まあ風俗とかそういう方面でもいろいろ発言されていて、けれど英語の最先端の論文、それも読みこなせる、だからこそ都立大の教授としてこれまでやってこられたわけですが、その宮台さんが都立大のキャンパス内で襲撃されたっていう、そんなニュースが去年の11月の終わり、もうかなり経ってるわけです。2ヶ月以上経ってますね。で、まあ宮台さんについては私とはその社会へのアプローチの仕方が違うので、この夢ラジオで取り上げることはあんまりなかったけど、けれど今の大学の教員にしては珍しく世に言論を問う、そういう姿勢の学者さんで、まあ、そんな人が大学教員にほとんどいませんから、もうみんなタコ壺に入って無意味なことばっかりやってるのが大学教員なので、その意味においては、ああ宮台さん頑張ってらっしゃるんやなと。で、その宮台さんが襲撃されたっていうことで何回かお話してきました、イメラジオでね。で、防犯カメラに映ってるそういう犯人の姿も公開され、これが12月の中旬あたりで、もうこれでほとんど決まりかなと思ったら、それから何の進展もなかったわけですね。で、警察やる気ないんかなと、こんなのすぐ犯人上がるはずなのにと思っていたらですね、本日2月1日朝にですね、もうその犯人の方は12月の公開された映像がね、公開された直後に自死されていたっていう、そういう報道でした。今日です、朝ですね。で、宮台さんが神保さんと一緒になんかコメント出してらっしゃいましたが、言っちゃいけないことがあるらしくて、ですからなんかあまりこう意味あることはおっしゃってません、宮台さんも神保さんもね。まあ、これでもう一回襲撃されるとか、あるいは宮台さんに近いお方が襲撃されるとか、そういうことがなくなったということでよかったと宮台さんは話してらっしゃいますが、じゃあこのお方がどういう動機でこういう襲撃したのか、それで映像が出た後亡くなられた理由はなぜか、言っちゃいけないことがあるということなので、ある程度のことは宮台さんもご存知なんだけど、それは全部わかってるはずはなく、宮台さんとしてもこのまま
何にもというか、このまま詳しいことはわからないままこの事件が終わりになるのかということで、踏ん切りがつかないという、そういうお話の仕方をされてましたね。何かしら言っちゃいけないことがあるようです。それが何か私にも分かりませんが、奇妙な事件で、これ時事が12月の中旬だったら、まあ、その前後に発表となるんですけど、今の今までその発表がなかった。だから警察やる気あるんかいな、とどないなってるんやろと思ってた人は結構多かったと思います。私もそのように思っておりました。もっと早くに宮台さんご自身も分かってたんでしょうね。けれどまだ発表しないでって言われたので発表せず、で今日2月1日になって、おそらく警察の方から発表していいということで発表になったと、報道機関にも流れた。相模原に小渕って駅があるんですけど、あの辺りの犯人はお方のようです。あの辺って、相模原のあの辺って、まあ、町田もそうなんですけど、結構森みたいなところが多くて、そういうところの人で、そのまま自転車で行けば八王子の南大沢、都立大があるところもそんなに遠くはないんですよ。それこそ自転車で行けますよ。一体なんでそのお方が宮台さんを襲撃したのか、このお方は誰なのか、宮台さんと面識あったのか、その動機は何なのか、で今回の発表までなんでこんなに時間がかかったのか、まあ言っちゃいけないことがあるということで、それが今後どこら辺まで言われるのかは分かりませんが、まあ、謎の多い事件で、もともとから私は事件が起きた時に大学関係者じゃないのかなみたいなお話はしておりましたが、どうなんでしょうね、それへんは。その大学関係者だって日頃宮台さんと会ってる、ね、そういうお方っていうわけではありません。そういうお方がするわけありませんから、例えば都立大の事務のお方がやっちゃったとか、そういうことはないと思うのですが、なんかその一般的に宮台さんの言論にこう何かしらの疑問を感じて、ああいうことはしないんですよ。しかもかなり長期間都立大のキャンパスにいたということで、待ち伏せていたんですね。随分考えていたと思いますよ。そのどこで襲撃するかということも含め、ご本人がもう自死ということで、肝心なところは不明なままなんですが、今後宮台さんから、あるいは警察の方から何かしらの発表があるんでしょうか。とりあえずこれで誰が犯人かもわからないまま、なんとなく宮台さんだけがやられて未解決事件というふうにはならなくなりました。宮台さんはその後もゼミナールとか講演とか出席されて、そして今回のコメントでもおっしゃってましたが、予定していたスケジュールはほぼ穴を開けずに消化した。まあすごいですよね、それはね。何もなかったかのようにスケジュール消化する。夢ラジオ、今回は宮台教授事件の顛末、水曜日の午後です。